また現場スタッフがチーフディレクターの言うことは絶対だったなどと感じていたと指摘しています。4つ目はテレビ朝日が果たせなかった責任です。番組の最大の拠り所である視聴者に寄り添うことを重視し、テレビ朝日が番組制作の実態を見極め、制作部門のトップに対するチェックを機能させる必要があったと指摘しました。5つ目は機能しなかった通報窓口です。コンプライアンス担当者や通報窓口が用意されていたものの、スタッフの中には通報したこと自体が自分に何らかの不利益を招くのではないかなどと、担当者やホットラインへの通報